先生では難症例ということが出ましたけども、はいはい、骨の状態によってドリルと大口式では、うんうんうん、適応例というんですか、ね、うん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 、は変えてやるっていう風で、そうそうそう、そうだよね、うん、適応がね、うん、ドリルと大口式ではね、うん、適応がねちょっと違うんで、やっぱ違うんですか、うん、大口式はね、うん、特色はね、ええ、まず薄い骨できるんだよ、ね、3ミリ4ミリの幅のドリルで削るためには、うん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 、骨ってね、うん、5ミリ6ミリ7ミリって必要だよね、厚みが。そうですね。ね、例えば、うん、これ見ると分かるけど、うん、こういうふうにドリルで削る場合は、はい、例えばね、これぐらいの厚みだったらね、うん、ドリル使えば、ね、これぐらいの厚みね。そうですね。これぐらいの厚みだったらね、うん、ドリル使えば、こう削れるんだよね。うん、ちょっとドリル、これ、こんな感じでしょ。そうですね、余りますね、ね、こういう感じですね、周りに。ね、でもね、例えばね、これぐらいだとどう？もうこれ、ちょうど直径と同じぐらいだよね。そうですね。ね、ね、しかも骨ってこんなまっすぐじゃないんだよね。うん、こう曲がってんだよな、ね、だからこう入れるとどっかで穴開いちゃうんだよな、うんうんうん、な、だからこれぐらいの厚みだともうこれドリルもうできない、うんうん、と移植しかないのね、貼り付ける、あ、骨を、うんうん、あと移植はこっからこのめくってね、こっから骨取ってきたり、うんうん、ね、それから親知らずのもっと奥のところの骨ね、そこの化学歯っていうんだけど、うんうんうん、この枝のとこね、はいはいはい、この枝のところから骨取ってきたり、うんうんうん、大手術なんだよ、で骨取るし、またね、うんうん、負担もかかってくる、経済的な負担とか肉体的な負担もかかってくるんだよね、はいはい、うん、でそれを貼り付けて、はい、手術がまたいるんだよな、取ってくるだけじゃダメだから、じゃあもう2回はしなきゃいけない、そうなんで、それは貼り付けるだけだよな、あ、でピンで止めるんだわ、ええ、また今度それが1年2年経ってから成功してれば、それが定着してればね、そうしてれば貼り付けたものが定着してれば、このピンをまた外す作業がいるよね、そうですね、うん、で骨が例えばこれからこれぐらいからこれぐらいまで、これぐらいからこれぐらいの厚みが増したとするね、貼った時にね、はいはい、今度は新たにドリルで削って穴を開けてインプラント入れなきゃいけないの、あ、そうか、だからもうね、インプラント手術3回4回もやらなきゃいけないんだな、そうですよね、で経済的負担も3回4回やればね、かなりの負担になってくるよな、でまた肉体の負担もすごいよね、そうですね、例えば全麻やったりね、全身麻酔やったりね、あ、そういうこともあるんだね、先生、顎の骨を移植するの定着したらっていうことは、定着しない場合も、そうな、今ね、それが移植のね、今もう課題だね、あ、そうなんですか、あのね、接合面が貼った時の接合面がうまくきれいにフィットしてて、その人が抵抗力があって、感染に強い免疫力を持ってれば、まあ、定着するんだけど、はいはい、これがね、ピタッと、合ってなかったよね、その、移植した、かけらがね、移植するところにね、ピタッとこうヒットしてなかったり、はいはい、あるいはまあ免疫力がない患者さんは、くっつかないこともあるの。あ、そうで、またそれ取ってね、はいはいはい、でまた新たにどっかから骨持ってきてやるっていうことを何回もしなきゃいけない、そうなんですか、うん、それはもうね 2,3 回ぐらいやるっていうことがどうも、話では聞いてるんだけどね、だからそこまでやってても、噛むこと大事なのよ、そうですね、うん、そうそう、だからね、否定する人いるけど、インバウンド手術否定する人ってすごくいいんだよな、歯医者の中に見るんだけど、でもまあそれはね、やっぱりもっと根本的なことを考えれば、噛むことの重要性ね、それを考えてもらえれば、今のこの時代で最先端の、この歯を、また新たに人工的に作るんだけど、その方法としてはね、一番まあ優れた方法なので、ね、しかもしっかり噛めるしね、インバウンドね、だからぜひね、あんまり否定ばっかせずに、そうですね、ぜひね、寛大な心で、見守っていただきたい、インバウンドを ね、 そ う、 ですね、そう思いますね、はい、大口式では細い骨でも 0.5 ミリだから対応ができるということ で、 そうそう、だからこれぐらいのね、これぐらいの薄さでもできるし、私はもうこれぐらいの薄さでも、これぐらいの薄さでも十分、こういうシャーペン紙の芯ぐらいのこういうものを使って、ね、これ見えますか、見えるか見えないかの細いでしょだからこれを使えばね、ほらほらこれこういう感じだね、ほらほらですね、だからできるわけね、そうそう、これ、ね、そういうことですね、こういう感じね、いい、ほとここ穴広げていけば、だんだんとこの周りの骨もこれぐらいまで広がってくるわけ、ね、あ、膨らんでくるんです、うん、最高ね、だいたい私の記録だけでね、はいはい、7倍から8倍まで広げたからだね、元の太さのね、それはすごいですね、すごいでしょ、移植したってそんなに7倍8倍にならないよね、
そうですね、うん、先ほどの話だとね、うん、そう移植片を持っていてここに貼り付けるだけだから ね、 ペタってするね。そうそう、まあせいぜい 10% か 20% かそれぐらいの増えるぐらいでしょうね。ああ そ, うなんそう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 、でまあそんなことなんですね、うんうん、はい、あなるほど、はいはい、でも先生先ほどね今のところあんまり否定しないでっていう、はいはい、お願いありました。そうそう、社会的に日本ではインプラントはどのような今状況にそう、はい、いるんでしょうか、ね、いい質問ですよね、うん、もう本当にねインプラント真面目にやってる先生方ね、うん、本当にお気の毒なんだけど、社会的にはねまだ日本はね、うん、後進国なんですインプラントに関してね、はい、というのはね、うん、欧米の、まあ、こと言っちゃいけないかもしれないんだけど、まあ、比較する意味でちょっとお話するんだけど、欧米のねそういう歯科大とかね、そういう大学ね関係ではインプラント科っていうのは大体あるんだよ。インプラント科メインのハーバード大学もあるぐらいだから、そういうインプラント科って必ずね、はい、あるんだけど、はい、残念なことで学生からの時代から、ね勉強できるよね。でインプラントってどういうものとか解剖学勉強したりね、それから生理学ね、免疫とかそういうのを勉強することね、そういうことも全部勉強していくんだけど、でも日本って残念なことね、そのインプラント科ないのよ、ほとんど。ほとんどないんですか。ほとんどないよ。だからないから仕方ないので、卒業してから、メーカーさんのね、メーカーってね、300ぐらいあると言われてるんです、世界で。インプラントのメーカーさん。で、そのメーカーにあのインプラント体にあった道具とか、そういうのがあるんでしょ。ドリルでもね、メーカーによってはドリルの形が違うのよ、こういうドリル。あ、そうなんですか、うん、で、それをどういうふうに使うかいうことを教えるわけ。あ、メーカーさんに教えてもらって勉強する、うん、そう、しかも卒業してから、開業してから。ああ。そう、だからそこに問題は日本はあるね。そうですね、うん、で、今日のね、ラジオ放送で僕話しましたけど、一生懸命ね、うん、今関東の大学、うんうんうん、ね、昭和大学とかね、医科歯科大学の話 し,、ね、しましたよ ね, ね、はい、関東の大学でもそれを取り入れてもらえるように一生懸命今頑張ってるんだよ、でできれば講座にしてほしいと。そうですね、いうことで、まあ、今関東の大学は比較的ね、融通が効くというか、そういう声に耳を傾けてくれるところがあるの、でやっぱりこれではこの状態では日本ダメだからいうことで、もう取り入れてくれてる大学も2、3出てきたんだけど、だけどまあでも少ないよな。そうですね、2、3だとね、めちゃくちゃ少ないよ ね, ね、本当にね、インプラントというものをねもっと日常的にすごく患者さんのためにね、プラスになるので、そうですよね、本当にそういうのはね、もっと肯定的に前向きに見てもらって、ね、そうですね、術式が違うだけだよと。そうです、ね、インプラント危険なんだけど、手術の仕方によってはとても安全な ね, そうですね、リスクの少ない、低い、そういう手術を受けられますよっていうことをね、これからどん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 ね、そうですね、皆さんに伝えていけたらなと思いますね。そうですね、インプラントはすごくいいものっていうことですね。はい、はい、ね、先生ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます、はい、では恒例の、そうですね、はい、最後の点の、はいはい、まずはお口の健康からですね。じゃあバイバイ。